芝刈りシーズン4。さて始まりました、お主師範代のしばらく借りでこか、通称芝刈り、はい。この番組は大阪公共楽団中馬奏者お主師範代こと塩見弘明氏を招いてダラダラとお話をしながら中馬や中馬奏者について発信していく、間もなく2周年となるほぼ毎週配信の中馬トークバラエティ番組です。はい、めちゃめちゃお腹空いてる師範代です。おかしいですね、ついこの間カレーを食べたばかりのはずなんですがと思っている、中の人です。でもそれ何週間か前やろ。まあ、ね、はい、腹減ったわ。そろそろね、年明けて平常運行でございます。昔で言うとね、成人式ですよね、うん、あ、そうかそうか、昔15日だったり、ね、そうですね、成人式ね。今年の年末年始はいかがお過ごしだったでしょうか。ですね、まあ、家族とちょっと一緒にいる時間ができたので、まあ、楽しく過ごしましたね、一緒にね。で、夏前ぐらいに、任天堂スイッチをゲットしたんですよ、はい、子供たちがやりたいから、はい、任天堂スイッチ使っていろいろゲーム、じゃあこんなやってみよう、あんなやってみようって、ちょっといくつか買ってたので、はい、まあ、年末年始はちょっとね、子供たちと一緒に任天堂スイッチでゲームで遊んでゆっくり過ごしましたね。そうですね、近年まれに見る家で過ごせる時間が長いという、いや、そうなんです、まあ、それも良し悪しとは思いながら、まあね、でもね、たまにはそういう年があっても、そう、ね、いいんじゃないかな。そうですね、いや、初めてですよ、ジルベスターコンサート、うん、昼間になったんで、昼間に、ね、公演があったの で夜いつもね、夕方5時から下念やって、夜10時から本番やって、年明けてまたいでから終演で、そこから帰ってくるので、大体明け方になるんですよ、家帰ってくるとかね。ほな、もう家族ももちろんのことながらみんなやってますけど、でもね、この年越しは昼間に公演があって、ジルベスターコンサートで、夜はお家に帰れたので、家族と一緒に過ごすことができましたね。ねえ、うん、次来るの本当いつなんでしょうね。いや、ほんまにね。だから、まあ、来年はね、普通通り回復してもらわないと。そう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 、はい、本当に僕の方は、はい、あんまり変わらず、もともと年末年始とか、その人が多いところに行くの嫌なので、初売りとかも行かないんで、うん、それが終わった頃の一段落ついた頃に行くし、なるほどね、初詣も家の近所のちっちゃい神社に行くだけなので、うん、いつもと変わらずぼーっと過ごしてましたね。なるほど、はい、まあ、でもゆっくり、本番はそうやからね、年末年始って家でね、ゆっくり過ごすもんやから ね、おせち料理ももともと本能食ですから、ね、あ、そうそうそう、家がなんかお店とかがやってないから、年末の間に作って、お店が開くまでそれを食ってしのぐっていうね、まあ、そうそうそう、うん、だからまあこんな感じもたまにはいいんじゃないでしょうか。まあね、はいはい、はい、というわけで、オープニングトークはこれぐらいにしまして、はい、本日のメインに参りましょうか。はい、本日のメインはこちら、デレン、町ブラトーク2。はい、町ブラトーク、はい、2回目ということで、黒門市場から出てちょっとまた商店街を歩いてみようと思うわけですが、ここに行った時に気になるお店が、何買いますか。どれ買おうかな。ちょっと一発宝くじ当ててガツンと言ってください。音声回ってなかった。これさっきオフにしたからじゃん。はい2021年は配信どんな風にしていく予定ですか。2021年はね、はい、まあ、今まで2020年も、はい、まあ、初めてそういうちょっと配信に力入れ始めて、はい、ライブ配信とかいろいろね、はい、やっていったんで、まあ、ちょっとずつ人とつながっていった経緯があるので、そうですね、そうやってつながれてるご縁をもうちょっと広げていくようにしていって、はい、もっといろんな人に楽しんでいただいたりできるようにね、はい、していきたいですよね。そうですね、師範代チャンネルの方では、はい、チューバとか、うん、吹奏楽とか、うん、オーケストラ方面に
ネットワークを広げていただいて、はいはいはい、僕の方ではあの他のジャンルのね、音楽家とか、そうね、芸術家とか、刀鍛冶職人とかすごいなそれ思いつかないですね。紙すきの職人さんとか、まあ、師範代のあれではなかなかネットワークでは広がっていきづらいところにこうそっち広げていってもらって、はい、深掘りと、ジャンルを広げるっていうのと両方がやっていけたら面白いかなと、はい、そうね、はい、ちょっとずつやっぱりこういうことやってて自分たちで配信してこう満足してるだけじゃなくて楽しんでもらっていくなんぼやと思う。そうですね、実際に演奏会場で会いましたとか、そう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 、そう、そういうね、うん、あのそれがある方がやっぱり意味があるからね。でもこの辺って昔ね、うん、電気屋さんしかなかったじゃないですか。そう、電電タウンね。何に使うか分からへん電気部品とかね、はいはいはい、謎のネジとかね持ってましたけど、そうそうそう、はい、もうさあのちょっとここ何年か前はあのオタクの聖地みたいに言われてね。そうですね。であの今はマスクの聖地です。ああそうだね。ポポンデッタって何や、何でしょうね。なんか鉄道を鉄道は模型を買って、はあ、で走らせる、県内の線路を走らせれるんですよきっと。へえ。じゃあ持ってきて走らせるかレンタルして走らせるかみたいな。そうですね。うわ、走らせるね。ここから竹里先生出てきたらおはようございます、おはようございますとかずつポポン出た。知ってるかな先生。竹里先生はなんか家で走らせれてそうですね。なんかね自分でそういう一室作ってるみたいね。ああ、うん、一応もう大好きやから毎日のように作ってなんか部品作ったらそれアップし、Facebook にアップしとかしてるもんね。でもあんだけ金属加工してたらね、うん、もうチューバー作れるんちゃう。また別のテクニックじゃないの。いや、あのちょっとしたパーツとかね。そう、いやだから家にさ旋盤みたいなのを買って一応やってるから、ああいうのいろいろ削り出してね、うん、でそんなんあったらマウスピースとか作りたくならへんのですかって、俺マウスピースは絶対作らへんって言ってはったもん。だからね、趣味とお仕事がリンクしてしまうような趣味はダメなんですよ。あかんね、そういうのって、うん、ほんまにね。だからなんかあの2021年は新しい趣味を始めるとか、うん、ああそうね。でも写真とか映像とかね、うん、仕事とリンクしちゃうじゃないですか。かなあ、まあまあ、あの YouTube 自体がさ、うん、あの自分の中ではもう趣味みたいなもんやから ね、 そうですね。別になんかそれ実益になってないからあんまり。新たに押し花を始めるとか。押し花、どんなお店があるかって全然分かる。ずっと車が通ってる方を映してるから、こうやって。あ、マウスコンピューターの、あーマウスね、店ですね。なるほどね。なんかこんなんできてる。これちょっとなんかベトナム料理や、食べなくては損やで。こういう系にハマるとか。これはキヨの分野でしょ。やっぱキヨは大好きですね。キヨはこれどっぷりでしょ、うん、仮面ライダーなんですかあれ。これ仮面ライダー系じゃない。そう、これね、いろいろあの息子は全部知ってるわ多分。クーガ、ファイズ、フォーゼ。クーガ、ファイズ、フォーゼ、ゴースト。でもやっぱり昆虫モチーフは変わらないんですね。そうそうそう、ずっと多分一緒やと思う。龍騎。僕はあのガンダムで言うとあのああいうなんかもう弱いキャラ好きです。弱いキャラ、雑魚キャラ、ドムとか。はいこれ鬼滅ちゃうやろ。これ鬼滅って、これワンピースや。鬼滅はどれ。鬼滅はここないんじゃない。ここに炭治郎が映ってるだけや。はいはい。あ、そうそう、あの辺に弱そうなガンダムあるじゃん。弱そうな、ジムとか。お、すごいね、すごいな。こういうあの量産された感じ。そうね、量産型が結構好きです。そういうの好きなんや。あー、なるほど。フィギュアとかガンプラとかのお店か。すごいね。中からごっつパンチ来てますよ。うん、パンチ来てたね。おう、ソフトバンク。 iPhone ね、 iPhone どうですか。 iPhone ね、変えようと思ってます。おう、12 Pro Max。 Pro Max カメラがええっていうもんね。
そうですね、うん、僕はそもそも今もでかいんですけど、うん、なんでって老眼で字が見えへんっていうあ、五階百貨店だ。お、これがメイドさんたちがいっぱいいる通りちゃいましたかね。ああ、そう、はい、ほんまや、メイド射的って書いてあるわ。メイド射的、そんなんあんの。これ撮影してもええか聞いて、よかったら一発やっていきます。やっていく、はい、こんにちは、ビデオ撮影しながら撮ってもいいですかここで、じゃあ映さないように、ん、彼女が映らないようにしながら、ね、うん、チャレンジしたいと思います、はい、あ、ありがとう。ちなみにメイド系のお店って、はい、初ですか。そう、来ることないもんね。行ってみます。おお、これ結構飛ぶんや。なるほど。 お、なんか倒れた。なんやろなんでした。やった、うちの子に持って帰ろう。お子さんへのお土産を大量獲得してください。メイドのお姉ちゃんにもらいました、言って。いきます、ドン。あ、引っ張ってなかった行きます、はい。お、強いなあれ。あ、これ流れ弾に当たったりして危険なことない。あ、でも慣れました。あ、ほんと慣れるってことはしょっちゅうあるってことや。しょっちゅうあるんやろね。うまいこと逃げとかんと危ないもんね。よし、ミルキー狙おう。惜しい惜しい。うわ、惜しい。どうしてもミルキーが欲しい。あ、いや、俺あかんねん。こうやってやった時絶対的ぶれると思うねんな。こっちで絶対こう固めといた方がライフル的な感じで。揺れてるけどね。あと3発ミルキー狙いや。ああ、これあかんかも。ミルキー、ああ、あかんな。ラスト一発。さあ、どれが行きやすいかな。的の大きいも行ってみようかな。落ちひんかもしれんけど。はっ。ああ、難しいな。当たりましたけどね。当たったけどね。いやいや、難しい。ありがとうございました。ゲットしました。また来ます。あ、はまったんや。はまった。いや、こんなんあるんやね。1回10発で500円、うん、ね。いや、メイド2ショット1000円。あ、そういうのもあるんや。へー、いや、面白かった。これだけやったらメイド的要素はそんなないですもんね。そうよね。みんなこれも何にも関わりないけどね、メイドと、うん、だからこうお話をしながら。あ、そういうことか、ね、なるほどね。お目当てのメイドさんがいてお話を楽しみながら行くんじゃないですかね、うん、なるほどね。楽しいひとときでした、はい、芝刈り 4K か4K で出す、はい、4K で出すような映像なんかある。本番とかね。ああ、ほら、この辺歩いてるとね、メイドさんがね、ほんまやね、いるでしょ。メイドさんはモザイク入れんでええの、ね、好き好んでその格好で歩いてんのええんちゃいます。あ、まあ、好き好んでというか、まあね、うん、お金のこともあるやろうし、ね、でむしろお店の宣伝になった方がええんじゃなかろうかと。ああ、まあそれはあるかもしれんけどね。逆にこの子は宣伝にならんなっていうのはと外した方がいいかな歩いてる人が少ないから呼び込み必死ですね。いや、もう大変やと思うよ、こういう、うん、あんまりそういうの興味ないし行く機会もないかもしれへんけど、だけど大変なんやろなと思ったら、なんか行ってあげたくなるような気もせんでもない。まあ、そうですよね今の子なんかよう分かってましたよね。ショーダーの通り過ぎるタイミングで後ろ向くっていういや、多いんやと思うよ、やっぱり、うんうん、お、なんかここにもメイドさんがあります。ほんまやな。メイドリフレらしい。リフレって何？マッサージ屋さんですね。ああ、そういうことか。メイドの格好でマッサージされても多分こうタオルとかかけられて結局見えへんのやろ。そもそも僕マッサージ行ったらね、うん、結構寝てしまうんですよ。ああ、俺もそう。気持ちよくなったら寝てまうわ。なんかね、気がついたらこうマッサージされながら自分のゴッっていう声で。あ、分かるわ。それで目覚めんねんね。何か狙い目のものが、うん、フェイスシールドとか売ってるやん。クリスマスツリー20個ぐらい飾りますラーメンメーカーとかね。
ラーメン1食分作るやつやろ。すごい、なんかほんのりあの鳥に似た鳥がいるっていう。ああ、これトルコアイスやんか。トルコアイスのバニラ、うん、これ すごい粘り気なよ。はい、すごいね。これなんで粘るんすか。なんなんやろね、すごい伸びる。うわあ、すごいですね。うーわーなかなか取れない。すごいですね。はい、ありがとう。どうぞどうぞ。え？ありがとうございます。ありがとう。もっともっと遊ばれるのかと思った。ありがとうございます。日本長いんですか？ちょっとだけ、うん、でも日本上手ですね。ちょっといただきます。これ YouTube ルビー、うん、美味しい。なんかすごいアイスクリームとは思えないぐらいもちもちしてる感じ。うまい、うん、ありがとうございます。 YouTube の名前、なんて言っとけばいい。芝刈り熊のおくチャンネル消えるわ。これこれこれ、そう、あ、そう、じゃあ、そう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 、This is me。 大丈夫。 ありがとう。これをあげましょう。 Gift to you。 It's a sticker。 あ、忘れていかれるところやった。 Would you mind take a picture with me? Yes。 じゃあ写真撮って。OK、はい、Thank you very much。 Yes。 Are you from Turkey? Ah, good。 I have a Oh, really? Ah, good. So I have a friend, he now playing the tuba. Do you know tuba? Tuba is a brass instrument. Tuba. Oh, tuba. Tuba, yes. I also play tuba in the orchestra, Osaka Symphony Orchestra. Yes, and I have... Baklava? No? Ah, no, I don't know. Mm. Like a guitar? Yes, like guitar. Mm. Wow, oh, yeah. Mm. You? Yes. Wow! Cool! Mm. Mm. だからあの、please write a comment on our program so I can find you on YouTube. Yes, yes. Do you have a YouTube account? No. No? Ah, no. Okay. めっちゃ枯れてきた。 You have musical group? Orchestra? Yes. Okay. Thank you. Okay, thank you. Shine. Okay. I add you to my friends. Thank you. Okay. Thank you so much. ありがとう。意外とトークしましたね。そうですね。それってなんか小麦粉かなんか入ってるんですか。なんやろな。全然形がね。めっちゃもちもちしてる。どうなってんやろこれ。もっともらうときにいろいろ遊ばれるんやと思ったら1回だけやった。僕もどっかの空港で買ったときはあのだいぶ遊ばれました。こうやってやってる間にも、うん、メイドさんが、うん、あのうまい具合に、うん、このカメラの後ろ側をすり抜けていきはりますね。みんなやっぱそうやね。やっぱりよくご存知なんですよ、うん、そういう意味でね、このねでかいとね、うん、あの前に分かるので、うんうん、あの嫌な人は綺麗に避けれるっていうのが、うんうん、某国営放送の人に聞いたら、うん、カメラ向けて、うん、拒絶 しなかった人の映像はそのまま使うらしいです。そんなんでいいんや。
で、まあ、多分ね局の腕章してるし、うんうん、カメラもでかいから分かってて、そう、意思は分かってるでしょっていう、うんうんうん、子供を撮るときは、うん、保護者らしき人が近所にいる状況じゃないとやらない。なるほどね。子供は嬉しがってるけど、まあね、親は良くないもんね、うん、って思ってる人もいるんだよ。あのね、ここのお店、映画のサウンドトラックとか探すのにめっちゃええ店。へえ。昔は日本橋もあの中古の CD 屋とかいっぱいありましたよね、うん、大学生の頃とか来て、うん、フラッと目についたところ入って、うん、で、なんか面白そうな CD ないかなって探すのをよくやってましたね。うんうんうん、掘り出し物の CD とかね、探すの、うん、面白かったもんね。千日前道具屋筋商店街、これあれですね、ズドンと行ったら NGK が、そうです ね、お正月らしい、あ、本当だ、 BGM がかかる中、うん、餅つきの牛とキネもあった。あ、ほんまや、買う？え、2人で何やっちまったなってやるんですか？だいたい役割決まるで、ほんなら。すごい、ね、こういうのもね、あのすごいな、これ。ここね、うん、有名な包丁屋さんちゃうかな。はい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 、うちの奥さんがね、和包丁欲しいって言ってるんですよ。お、買って帰る？そんなあの、どれがええのか聞かんと買って帰ったらそれで刺されますよ。そうか、それは選びにこんと。すごいな。いや、堺はあの刃物、包丁の町ですからね。うん、うん、すごいですね、茶碗とか。あ、こういうの楽しいし、うん、あ、面白いね。あの、こういう時でもないとね、こんな空いてる状態で見れないので。そうやね、うん、あ、でもこの辺は日本観光に来た人が、海外のね、うん、観光客とかが、だからちょっと辛いでしょうね。ね、うん、休業なんちゃらもらったとてっていう。そうそうそう、ほんまにね。しかも飲食店じゃないから。そうや、ほんまやね。またここにも何やっちまったなが。ほんまや、それはもう買うて帰れっていうことかもしれない。ああ、こういうお店ね、なるほどね、すごいな。あ、でもこれね、演奏会の会場の前とかにこれで、うん、あ、そうやな、あったら演奏会のチラシにしたらちょっとかっこいいですよ、うん、ね、こういうのもね、のれんいいよ、特別価格、お、いいね、うん、あ、こんなんちょっと楽しいね、芝刈りって書いてある、富士山とか、うん、あ、いいよ。多分ね、作ってもらったらまあまあなお値段しますよ。そらするよね、そらすると思う。あれ欲しい、どれ、カレー。いいやんそれ。うーん、のれん工房ね。とんかつ弁当ありますよ。うわ、腹減ってきた。ここで食べてから行く？これ食べた後カレー屋に行こうっていうんですか。猫いっぱいですよ。あ、招き猫。ノーフォトグラフィーって書いてあるわ。ほんまや。ビデオやから OK なんじゃ。それはあかんでしょ。これ、あ、これあのマキオちゃんがやってたやつでしょ。あ、そうですね、メガネ型のやつですね、うん、あ、これ買うて帰ろうかな。すいません、これください。はい、買うてきました。フェイスシールド、うん、その食品サンプル体験場とか。うまいな。で、多分ね、そのストップがね、うん、この辺にあるんで、あ、お、やってない。閉まってるやん。あ、あ、よかった。定休日か。よかった。ただの定休日でした。よかったよかった。ここはここで、うん、あの鮭の切り身交換。ちなみにあのこんなんもありますよ。ほんまや。食品サンプルのガチャガチャやん。視聴者プレゼントにしましょうか。いいね。ゴトゴトってゴツ音したけど、あれ、ちっちゃい、ちっちゃい、何が出ましたか。ちっちゃいですよ。何が出るかな、何が出るかな。これ醤油チュルチュルの魚のやつね。
いや、これようできてますね。うまいな。え、それ中何なんか入ってんの？一応あく、醤油みたいなのが入ってんの？あ、中にこうなんかしてるんですよ。ああ、なるほどね。うまいことやってますね。へえ。これなんか気がついたらあのどっかにこういう状態でぶら下がってるかもしれないですね。取れてたりするんやろな。なるほどね。はい、あの。なんかイベントやった時に1名様限定でプレゼントしましょう。The End of the 道具屋筋で NGK ですね。ででん、はい、というわけですね。閑散としてるね。そうですね。あ、そうなの。 MB48 シアターもありますよ。ここね、ここね。いや、あのね、僕ね、うん、アイドル系にそんなに興味はないんですけど、うんうん、なんかあの人たちがなんでそんなに盛り上がるのかっていうのをライブ見に行きたいなと思ってるんですよ。なるほど。いや、クラシックとかね、うんうん、演劇とか、まあ、いわゆるアートなことをやってる人たちね、はいはい、まああれはあれと思ってるけど、うん、で実際なんでお客さんがそれに熱狂してるのかをちゃんと見に行った人ってあんまりいないでしょ、うん、まあそうやね、うん、なんか全然自分とは違うジャンルと思ってこう、そうそうそう、考えてるかもしれないね。だから行って、あ、うん、これはって思ったら取り入れれるものがきっとあるはずなんで。まあね、ナンバーグランド花月、これもうそうそうたる名前やね。そうですね。すごいな。これ朝6時ぐらいの人通りやで。ねえ。これ今昼の2時ぐらいですからね。この収入の減り具合多分ね、演奏家の日じゃないっすよ。ないね。これはちょっとかわいそうやな。こんなのぼちぼち行きますか、はい、向かいますか、はい、ね、今日の本丸へ、はいはい、向かって。本丸へってあの前回で終わってますけどね。あ、そっか、はい、トルコアイス売ってるお兄さんと LINE 交換をしたりとか、そう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 、芝刈りステッカーを上げてきたりとか。そうやね、渡してきてね、はい、貼ってくれるかね。どうでしょう、あの次ね、あの日本橋でんでんタウンに行かれた方はあの、メインの境筋から一本西の筋のところにあのメイドさんがいっぱいいる通りがあって、はい、そこにトルコアイス売ってるんで、そこの売り場を覗いてあの芝刈りステッカーが貼ってあるかどうかを確認してきてください。兄ちゃん持って帰って家に貼ってるかもしれない。ああ、家の冷蔵庫にね。そうそう、冷蔵庫にね。はい、正しい貼り方。はい、というわけで、本日のメインはいかがだったでしょうか。いやー、トルコアイスの兄ちゃん、もうちょっとこう遊んでもらえるかと思ったんやけどね。結構あっさり渡して。あっさり、そう。一回ポンと渡して、スポンって抜かれて、おみたいな、これだけ、もうちょっとなんかこう、上やったり下やったりとか、いろいろこうやって、あーって、遊んでもらえるんかなと思ったら、あの僕もね、一下りあると思って油断してたら、うん、もうなんか市販台手に持ってはったから、僕あれ取れてるかどうかちょっと自信ない。頼むわ、あれ一発しかないやん。だいたいあそこなんか3ラリーぐらいするじゃないですか、普通トルコアイス渡すときね。おっとっとみたいな、なんか1回目でもうなんか決まっちゃったんで。ああ、そうだね、はい、あとあの射的。あ、射的ね、射的ね、はい。いや、なんかせっかくメイド射的に行ってんのに、はい、メイドさん写したらあかん言って。まあ、あれはだからあのね、ツーショット写真を撮るのにお金払わなあかんから。あ、そうか、それでお金を払ってたら、これ払うからちょっと一緒に撮らせてって言えばよかった。別にツーショットが撮りたかったわけじゃないからね。しかも顔中ピアスだらけやったから、あの子。そんなあのいいお店やったって言うとこで撮らせてもらってるから。いいお店、すごいいい子やってん、すごいね。あの話も弾んだし、まあね、面白かったですね。そう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 、はい、あの、あ、市販台メイドさんを訪ねる旅で、あのメイドなんとかとかいっぱいあるじゃないですか、今メイドの土産とか。それはない。それはない。だからそういうところを順番に訪ね歩いてるのを、あの取材許可取っていきます。メイドばっかり、はい、それ好き、そういうの。あの僕ね、あのテンション見てるとね、なんかね、ちょっと恥ずかしくなる感じが。ちょっと苦手なテンションや。そう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 。だからね、いやでも人がそれを苦手やって言いながら、はーってなってるのを見るのは好きです。それもなんか癖悪いわ、それ。あの UFO の
さんが昔沖縄に俺仕事で一緒に行った時に一緒に行ったの俺がうわー言うてんの喜んでるのと同じ感じ。あーなるほどねこれ P ばっかりや。あ僕あの高校生の時はあの先生に教えてそうやねだからね、はい、はい、あの師範大の近日中のご予定はいかがなもんでしょうか。そうですね、1月後半、2月でしたっけ。はい、ね、1月、そう、1月後半はねちょっと遠いんですけど三重県の伊賀市の方で、はい、公演がありまして、はい、大阪交響楽団の演奏会 でまた展覧会の絵をねもうということはビドロもまたあるんですよ。はい、だから人生何回目のビドロかな、ちゃんと数えてないんですけど多分もう50回近くは行ってると思うんですよねうちのオケなんでかしらけど展覧会ばっかりあるんですよ。僕ねその時師範代行ってたのかな、うん、大学在学中にはバリ中のラージアンサンプルで展覧会の絵をやったことがあるんですけどその時行ってはりました。行ってたっけ忘れた。もうね、なんか地獄のような展覧会になった気がするもう超重厚というか地獄絵図、はい、そらそうやね。で、ね、1月28日から31日は、はい、魔石がありましたね。あ当然オリバンですよね。モーツァルト大先生のおかげで、はい、ゆっくりとね、過ごせるというあれあ、それで次、2月カルミナブラーナ、はい、そう、2月の後半ですね、21でしたっけ。そうですね、ですね、2月21、カルミナブラーナ河内長野で、はい、ラブリーホールでね、あるんですけれどもね、あのカルミナブラーナ、これ合唱がついてるので、はい、まあ、それまでの間にね、あの状況が良くなって、あそうですね、ね、ちゃんとできるようにね、願うばっかりですね。そうですね、はい、もうね、この時期、まあ、今ね、撮ってるのはね、うん、あの少し前ですの で, そ, ですこの配信時期の世の中の状況がどうなってるのかちょっと予想はつかないですが、ね、この時期に無事演奏会が開催できるように、うん、健康に気を使っていただいて、そうですね、気をつけてください、はい、本当に、はい、というわけで、何か言い残しありませんか。ないです。はい、腹減りました。そうですねはい、というわけでお時間になってまいりました。はい、この人この人物この人物どれやでどの人物。はい、この番組は人物像をきっかけに劇場に足を運んでいただきたい人、こちらのマサオが配信しているクマの音楽チャンネルでお送りしております。チャンネル登録がまだの方はクマのマークからチャンネル登録、またコメント欄に番組の感想や高評価などよろしくお願いいたします。あのトルコ人のなんとかさんコメントお待ちしてます。あ、本当だ。名前覚えてます？シャイン。あ、見てる。シャインはい、というわけでおしまいの挨拶に参りましょうか。はい、俺たち最低だぜ。うーん、またねー。よいしょ。はい、というわけで、順番に戻って第1話、はい、12月18日、クロイはカリーなんですね。カリーやな、カリーです、うん、はい。